マサン、はい、もう格好の材料というかもう好敵手ですよね、このリックフレアはね。そうですね、こういう、ね、経験言っていかないとね、戦ってこそ意義あるんですよ。そういうことになりますね。柴田さんね、はい、控え室のちょっと垣間見たりしますとね、このリックフレアに対しましては、各若いレスラーが本当にあの外人レスラー尊敬の眼差しでね、はい、本当にあの素晴らしいこう人間だということで褒めたたえますよ ね、そうですね。新日本プロレスの長州力のようなですね、はい、みんなから尊敬を集めてですね、はい、面倒見もいいみたいですからね。そのようですね、はい、プレイですか、はい、まあ、ビジネスも他のサイドビジネスですか、はい、なかなかうまいですよ。頭いいですね。あ、そうですか。ジムですか、ゴールジムですね、はい、あれ7つくらい持ってますよね。あ、そうですか。これで5つだったのがいつの間にか7つ平均増えましたよね。だからやり手だなと思いますよね。まあこのリング上でもやり手でありますが、社会のその様々なジャングルの中でもやり手であります、このディック・フレア。そのディック・フレアが IWGP のベルトを、IWGP ヘビー級のこの黄金のベルトを第20代としてチャンピオンとして君臨するんでありましょうか。橋本を破ればこのチャンピオンにダッシュ、しっかりこのベルトを取ることができるわけであります。さあ橋本、足4の字に苦しんでいる地獄の中に、思わず地獄メイズにかかってしまった、迷路にはまってしまいました。サードラップをやっと掴んだ、苦しい表情のチャンピオン。あ、離れ際ちょっとまたひねったか、右の膝がかなり痛んでおります、古傷持っております。そのあたりの情報はしっかり、もちろんリックフレアはパソコンの中にインプットしてもらいましょう。さあ膝と膝を合わせる、しかし今度は手刀を切っていく。さあこのパワーが勝るか、3発効きました。あーっと、そして前から落っこっていきます。独特であります。ここから始まっています。ここから始まっています。手出すでしょ、あれ早く掴むのはダメなんだ。なるほどね、はい、これがリックフレアワールド、リックフレアワールドの幕開け、第3章と言ってもおかしくありません。脳が出てしまいました。さあこれ一気にいく、しかしもう騙されませんね、チャンピオンは。橋本はね、フレアはね、橋本の蹴りね、はい、怖がってますね。怖がってますね。早く出した方がいいですね、またこれだ。この辺りがフレアうまい。ちょっとこれ間を取ります、エスケープを放ってまいります。こういう瞬時の臨機応変、フレキシブルの対応ができます、リックフレア。スーパーコンピューターの映像を見た男、リックフレアに対しまして、どうでかい体力の持ち主、この橋本真也。今のローキックなんでもね、はい、外人選手なんてあんまりやらないですよね。そうですよね。逆に橋本は水面蹴り持ってますけどもね、なんかそういうお株を奪われるようなそんな格好ですね。さあナックルパート、ラストアップポイント演じました。ラフにアラフでいけるか、毛先にチョッパー、そしてこのキック。なるほど、マスさんがおっしゃるようにこのキックかなり嫌がってますね。嫌がってますね。あのあたりが突破口を見出せるんでありましょうか。さあシャッターするゆっくり落っこっていきます。時間が止まったようにゆっくり落っこっていきます。すかされました、すかされました。